はい、フィリピン在住のダンです。ネット使ったフィリピン移住を実現するために日々情報発信を行い、コンサルサービスを提供しております。今日はですね、またお金の話でして、年金はいつからもらえるのかと、誕生日なのかどうかっていうことですね。で、まあ、実際に具体的にですね、年金もらえる、年になって、実際にそのもらえるのはいつからかっていう、まあ、シンプルな話なんですけども、例えばですね、65歳の誕生日からなのか、まあ、その次の年のですね、4月からなのかとかですね、まあ、いろいろな情報があるんですけども、まあ、シンプルに言えばですね、まあ、例えばこれ例で話すと一番わかりやすいと思うんですけども、10月2日が65歳の誕生日だとしますよね。でそしたらですね、流れとしては、請求をこちらからするんですね。最低請求っていうんですけども、その後に、年金のですね、その決定通知が来まして、振込通知が来るという順番の流れになります。まあ、この例ですと、例えば10月2日にですね、65歳になるっていう方の場合は、10月2日以降にですね、ご本人であるあなたが最低請求っていうものなんですね、裁く、定めるって書く最低ですね、最低請求っていうのがあるんですね。でこちらを必ずしていただくと。でその2ヶ月以内にですね、請求から2ヶ月以内に、年金の決定通知っていうのが郵送されてきますと。でそこからさらに1ヶ月以内にですね、振り込み、の通知っていうのが郵送されてくるということなので、そこから年金の支給が始まるって形ですね。で、まあ、流れで言うと、例えば10月に最低請求をした場合は、だいたい3ヶ月、ほどで振り込み、最初の振り込みがあるっていうようなイメージですね。で、まあ、基本ですね、年金というのはご存知のように、偶数の月に、の15日に支払われるものなので、まあ、3ヶ月分ですね、最初の時はその3ヶ月分、まとめて振り込まれるという場合もありますし、1ヶ月前倒しでという場合も、特例としてはあったりするようですね。で、まあ、とにかくですね、この、年金のその最初の支給のに関してはですね、やっぱりその 最初の最低請求をこちらから忘れないようにすると。これをしない限りですね、いつまでも、65歳に自動的になったからといってですね、勝手に振り込まれることはないので、この最低請求を忘れないようにってことですね。あとはそのやっぱりですね、翌月分からその誕生日のですね、翌月分から支給されるっていうのも知っておくといいですよね。いつ分から支給されるのかっていうことなんですけども、あなたの誕生日の翌月分なので、例えば10月2日誕生日であれば11月分から、支給されるっていうふうに、思っていただければなというふうに思います。ということで、まあ、年金についてはですね、いろいろ細かいことを気になる方が、ご質問いただけるんですけども、まあ、いずれにしてもですね、年金というのは制度としてはまだ成り立っていますけども、金額としては小さくなっていく。当然その現役の働く世代が減っていっているので、年金の金額というのは、まあ、実際増えることはない、下がる一方で増えることはない。しかもその支給年齢も上げる方向に行ってますよね。なので今大丈夫なうちからですね、自分年金を作ることをぜひ、お勧めしております。で自分年金はやっぱりインターネットを使ったそのビジネスで稼ぐとかですね、そのインターネットで稼いだ部分を投資に回して守りながら増やしていくっていうその流れを僕はお伝えしているんですけども、まあ、そういった自分年金の作り方に興味があればですね、ぜひこちらにご連絡いただければなと思います。ネットビジネスとかですね、投資で稼ぎながら、まあ、フィリピン移住をしたあなたはですね、ぜひ動画の下にある説明欄の方から無料でメールマガジン登録いただけますので、こちらの方に登録いただければなと。まあ、場所をですね、問わない収入さえあれば移住というのは難しくありませんので、ぜひ本気で移住したいあなたはぜひお気軽にご連絡いただければなと思います。ということで、いつもありがとうございます。